マジかよ正直一番ないと思ってましたわ。吉本ボードゲーム部2問目の議長はゆうさん、お願いします。はい、でちょっとちゃんちゃろ、おん、私が今回、発見しましたことわざはこちら、はい、茶柱が立つと魂を抜かれる。はい、ではですね、はい、こちらの選択肢となる意味カードを発表していきます。まずはこちら、はい、本番に限ってミスをすること。はい、続いてこちら、ウインナーには思い切りかぶりついた方が美味しいということ。いや、どうこれ間違いない、はい、そうなんやけど、ムカつく人に水をぶっかける権利が人生で3回まであるということ。あるある、ね、はい、最後こちら、色恋沙汰で揉めるときは大抵どちらにも火があるこということですね。火があるということ。うわー、この4択でございます。そして今回議長ゆうさんで議論を進めてください。はい、では議論タイムスタート。魂が立つと魂を抜かれる。僕そもそもあんま分かってないんですけど、茶柱って何なんですか？あ、茶柱っていうのはですね、あのお茶の中に含まれる茎が入っている時にあの出てくるやつなんです。茶柱って茎なんですよね、お茶のね。だからあまりね、その茶柱が立ついいことはあるんですけれども、あの茶柱が結構立つお茶は結構安めのお茶だと言われてますね。なるほど。あの基本は茶柱が立たないように、その茎とかはもう全部削除して葉とかで作るんでね。はい、だからね、安いお茶を売るためのお茶業界のうんたらかんたらみたいな話があるんですけれども、まあそんなことは置いといて、ここはなんかカットされるんでありますよ。カットかよ、おい。いや、それはそうでしょ。カットかよ、おい。勉強だけです、ただ、ね。あ、そう。そうですね。まあ、茶柱はね、お茶の茎ということで。はい、それが立つと魂を抜かれ、普通いいことあるんですけどね。そうなんやけども、ことわざとしてね、魂を抜かれるということが新しく発見されたので、ってことよね。でも お茶と関係してんの、水っすけどね。確かにね。あ、そうね。パッと見の印象では、うん、どうですか、なんかいかがやさんお三方なんかありますか？どうだろう、うん、そうですね、うん、魂を抜かれるなんてネガティブな意味なんじゃないかなという気がしますね。あー、なるほど、うんうんうん、あ、なるほど、そうですね、確かにどっちにこう重点を置くかなんですけど、なるほど、まあ、あのなんか茶柱の方よりも魂の方がなんか結構インパクトが強いので、うん、確かに、この中でネガティブなので言ったら1番目の本番に限ってミスをすること。うん、確かになるほど、あ、いい意見ですね、さすがですね、こういうのこういうのが欲しいんですよ。なるほど。というわけでどうですか、ね、山地さん。ね、茶柱ってちょっと細長いからウィンナーには思いっきりかぶりつきた方が美味しいということでいいんちゃう？確かにウィンナーとほら茶柱ちょっとこう長細いし形でオッケーオッケー、ウィンナー好きですもんね、山地。ウィンナー好きやからね、そうウィンナー思いっきりかぶりつくの好きやねんな。でもこれどうなんでしょうね。議長さん、まとめてください。魂を抜かれるとちょっと考え、はい、ちょっと真面目な話すると、魂を抜かれるって何もマイナスのイメージだけじゃないと思うのよ。あ、なんかその魅了されるみたいな。そうそう、魅了されるとか、はい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 、それこそだからウインナーにした理由ってもう一つあって、食べてうわっあーってなった時、こうちょっと魂抜かれる気というか、まあまあまあ確かに気が抜ける感じするっていうの、あるいはウインナーに限らず食べ物でね、なんか美味しかったりしたら、で、うん、ウインナー思いっきりかぶりついて美味しいってなった時にこうふわーってなる感じが、その魂を抜かれるっていうところにかかってるんかなとも思いました、ね、なるほど、茶柱ガン虫で魂のみで、いや茶柱はウインナーと茶柱はウインナーと長さ一緒ないね、そこずっと言ってる一緒じゃないんですよ、一緒ちゃうわね。なんやろな本番に。いやでもそうっすね、ちょっとネガティブな感じやと思うんで、よし、はいはい、OK です、決めました。 お決めましたか、うん、はい、それでは議長のゆうさん、答えはどちらでしょうか？はい、答えは本番に限ってミスをすることだと思います。ありました、それでは正解を発表します。今回私が発見した、この戦いが終わったらお前のものだ。違う違う違う、あ、ごめんなさい、ちょっと待ちました、一問目一問目、目の前にあったね、ごめんなさい失礼しました。みんなちょっと待って、なんで僕以外ちょっと普通にこうしてたのか、慣れてならさなかった、失礼しました。はい、それでは正解を発表します。はい、今回私が発見した、茶柱が立つと魂を抜かれるの意味はこちら、ウインナーには思い切りかぶりついた方が美味しいということ。ちょっと
ヤマシーちゃんも。いや、何ですか。ヤマシーの言う通りですよ。ちょっと待って、これ、奥さんが悪い説ないですか。違う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 。奥さんが悪い。違う。それ突き詰めていくと、こんなね、いい、あの、他のやつ出す。いかないのが悪い。普通に考えてなんかネガティブな意味やろなとか思ってたら違う、これを引いた時はなかったんですよ、そのネガティブとか。そりゃそうでしょうけど、で、ほんまに茶柱が立つっていうのは、まあ、湯気が立つとか、その茶柱がウィンランド感じでボンってあって、ほらガバンってかぶりついたら、あ、美味しいほらほらヤマシーの言う通りやから、だからびっくりしたんですよ、僕。ヤマシーがマジで見てからしてくれたんで、行くと思った今のは。うわー、これは無理。議長ヤマシーやった今のいけてたかも。そうですね、だからですよね、順番逆やったらいけたかもしれないですね。ちょっとタイミングですよ、これ。いやー、いやでも他もね、確かにそうなんですよ、ネガティブ、あとミスもあったし。確かに、ね、あー、これはでも当てて欲しかったわ。なるほど、こんなことが起こるんですね、このゲーム。何やろこれ本体、この攻め時とね、守り時むずいっすよね、この攻め時とこう、うん、みんなの意見聞く時と。ちょっとじゃあ次の議長リオニさん肩取ってください。そうですね、最後3問目ラスト、ちょっとリオニさんちょっとお願いします。このままやと解散しちゃいます、はい、僕ら。やばいね。全員が消えてしまう。全員が消えてしまいます、これ。和田さんが来週からも一人でちょっと一人でやるしかなくなるんで。よし、じゃあ最後の、ことわざいきますね。はい、なるほど、見ました、これね。はい、でこれがいいんですよね。これどなたが考えたんですか、この答え。そうですね、意味カードっていうのは。はい、意味カードは、あの、はい、私リニョリが8割ぐらい考えました、はい、おほぼほぼ。いや、めちゃくちゃいいですよ、なんかあるあるもあるし、面白いし、ね、さっきのやつもね。ちなみにこのムカつく人にってことは、これリニョリさんがいるってことですかね、ムカつく人で。そうですね、私が普段考えてること、はいはい、うわ、いや、何考えたんで。人生逆あってもええやろってことですよね。はい、では最後の意味カード引いたので、上の句下の句引いて作ろうと思います。はい、はい、あ、最後はちょっと頑張りますね。どうしよう。はい、それでは作れましたので、よし、じゃあ最後のことわざいきますかね。はい、お願いします。当てたい。来た、私がめっちゃおじいちゃん、発見しました。ことわざはこちらです。ピアノソナタ14番ナイトプール。何がや。どういうこと、これ応用そうなんもあんの。こんなんもあんの。はい、いや、そんな声の人が言いなさそうなことだからちょっと脳が追いつかんかったわ今。はい、発見でございます。はい、それではこちらを合わせた選択肢カードを発表していきます。まずこちら、嫌いなものほど見に行ってしまうこと。うん、次こちら、芸術は死後評価が高まることが多いということ。お、はい、お、はい、次、遠足や旅行は前日が一番ウキウキしているということですね。はい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 、そして最後はこちら、セクシーなお姉さんには自然と目線が行ってしまうという。ありそう。ありそう。それではリオリさん議長で議論、はい、最後の議論よろしくお願いします。スタート。はい、もうじゃあこれこそ当てたいなと思うので、まあ今までの傾向からいくと、やっぱり議長以外の人の考えが当たってきてると思うので。なるほど、確かに。やメタ当てして、はい、そこの意見から聞いてみたいなと思います。お二人どうですか。うわ、なるほど。いや、そうですね。あ、議長よろしいでしょうか。はい、はい、やっぱピアノソナタ14番とかいう、なんかその、まあ、クラシック系の人って絶対ナイトプール行かないでしょ。なるほど、ね、そうですね。なんでやっぱ、でもちょっと組み合わさったってことは、やっぱ嫌いなものほど見に行ってしまうっていうね。なるほど、これあるっすよね、やっぱ。指揮棒片手に行ってみようかなとか、はいはいはい、確かに、ね、ちょっとオーケストラのみんな呼んでナイトプール行ってみようかなみたいな。いやいや、マジで行くやつな、そう、ことわざじゃないやん、もう。実際にあった現象やん、もうそれ。実際にやったことからことわざって出てきます。なるほどね、そういうことね、あるんじゃないでしょうか。なるほどね。はい、山椎さんもどうですか。そうっすね、まあね、やっぱりね、やっぱこう光り輝いてるっていうか、目を引くのは2枚ありますよね。うんうん、まあ、それこそ芸術は死後評価高まることが多いということ
ことと、あとセクシーなお姉さんに自然と目線が行ってしまうということの2つは、はい、ナイトプールのピアノソロと14番にはかかってると思うんですよ。そうですね。まあでもなんかどっちかっていうと、そのピアノソナタ14番を作った人だ誰かを僕は分かんないんですけど、はい、なんかそのお堅いイメージあるけど、うんうんうん、やっぱナイトプールに行ってしまったらセクシーなお姉さんにやっぱどんな人でも目いっちゃうやろなみたいな感じで捉えるとセクシーなお姉さんなのかなっていうのがあるんですよね。そうですね。あ、そのお二人的にはこう沖さんの性格からしてどうですか？行かれているので、そう、ネジ一つ二つ取れてるみたいな話あるじゃないですか。そうっすね、ネジないんすよ、ネジ。逆になんか三つ四つぐらい多いかも、多いかもしれない。あのネジこう、ネジちゃんとはまってるじゃないですか、ネジごと入ってると思う。ネジごといってもってるので、持てるんで、それがこれを組み合わせたとなると、これがこれをって当ててくれ、出題者の意図を汲み取るっていうところがやっぱり難しい。あ、やっぱそうですよね。そうなんですよ、難しくなるところが、うん、人と考え方がかけ離れてる人が出題者になっちゃうとちょっと難しい。本日はそのせいで2問ミスっております。そうなんですよ、もっと言っていいと思います。それは決められております。なので、まあ、あの性格からしてどうなのか、はい、まあだからそういう方なので、あの、はい、さっきのにも戻ってもらっても結構ものの視点違うじゃないですか、見方というか。だからこうストレートなやつじゃないかなって思うんですけど、はい、この人ね、そういうのやった後にストレートに来る場合もあるんですよ。そうなんですよ、わかんないんですよ。だからわかんないんですよ、もうマジで配球が読めないんですよ、ずっと。でも私は、はい、そうですね、ナイトプールって出てきたら、セクシーなお姉さんが流れるかなって思うんですよね。まあね、沖さんがナイトプールをどういうイメージで思ってるかわかんない。あ、ただの夜のプールやと思ってるかもしれない。ね、夜までやってる銭湯やと思ってる可能性もあります。銭湯で夜の校舎に忍び込んだプールかもしれないってなったら、ね、前日が一番ウキウキしてるは割と当てはまってきますからね。なるほど。なるほど、確かに難しい。難しい。結果4分の1。あかん、これもうだから前2問でめっちゃ狂わされてるから全部答えに見えてまう。もうそうですね。ちょっとイカサオケイさんの意見もちょっと聞きたいです。確かに、そうなったら。じゃあ、まあ、さんの声聞きたいですね。私の感覚で言うと、まあ普通にそのセクシーなお姉さんとか芸術は死後みたいな話っていうのは、うんうん、あまりにもドンピシャすぎるの で、ね、なるほど。ここから引いてきたカードを上回っちゃったパターンかなって、あ、確かに思ったので、うん、まあ、そういう意味ではあの山下さんが言ってた嫌いなものほどっていうところに当てはまるのかな。はい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 、じゃあさ、勝手に沖さんの性格といろいろ勝手に想像しまして、はい、多分当日ナイトプール行ってうまくいかなかったタイプの方や勝手に思いまして、であとは前日ウキウキしてたんじゃないかなと。なるほど。なるほど。あのナイトプールにはそういうちょっとおしゃれな曲が鳴ってたんじゃないだろうか。あ、そのパターンね、思い出ことわざパターン、ね、なんか思い出してトラウマを思い出してしまったみたいなことになったのかもしれないなって言って、僕は3番かな。なるほど。これはむずいぞ、ちょっとこれ邪魔れてる。なんとかして当てたいのでね。わあ、でも議長はね、そうですね、みのりさんなんで、はい、ね、今までの意見を参考にしてもらって、うん、答えを出していただくという。お願いします、なんとか。そうですね、はい、じゃあまあ比較的多数票だった嫌いなものほど見に行ってしまうことかな。あの2つを、ね、考えた時に全然相反するものだったので、はいはいはい、はい、嫌いなものほど見に行ってしまうことだと思います。じゃあ、はい、どうでしょう。よし、これでどうや。それでは今回私が発見したことわざはこちら、ピアノソナタ14番ナイトプールの意味はこちらです。嫌いなものほど見に行ってしまうことです。やったやった、ありがとう。お見事でございます。叩き取ってくれた。ありがとうございます。いや、もう、よかったよかった。マジでね、あの、そうです、あの、あ、行ったことないんですけど、ナイトプールなんですけど、なんかそのやっぱパリピの行くイメージあるじゃないですか。そう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 。で、なんかでもちょっとなんか見ちゃう、何やってんのかなっていうのを SNS とかで見ちゃうっていうその気持ち。これ
いやだからユウまだやってるかって言ってましたし、はい、すごい。ただただじゃなかったですけど、でもそうだ、イカさんの推理も。よかった、よかった。はい、これ僕らは消えても、3人は消えずに済みました。そうそうそう、僕らは消えて済んだ。あったです。いやこれだってセクシーなお姉さんなんかドンピシャすぎるもんな、ね、もう引きがすごいすごい、いや行きますもんね絶対セクシーなお姉さんも、いやねえねえおるし確かに絶対目行くし、うんうん、いやもうすごいな、面白いですねこのゲーム、これすごいですね、面白いこれ、ね、一応ね、はい、二問不正解、はい、なので、はい、二流研究者の集まりでございます、二流研究者、まあ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 ギリ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 ですね、あのなんかこう、ね、公民館とかで集まって会議してる感じのね公民館、公民館二流まあまあ、まあ、二流じゃないけどねアマチュアというかアマチュアのね、うん、まあこれね次回やるときはぜひね全問正解目指してやっていきたいなと思います、絶対やりたい、またじゃあこの親をやってほしいんですよ僕、だからもう好き放題言われたんで、ね、だって無理なんですよ、他のね他のこの下の句カードとかがむちゃくちゃで、あまあまあね、ニンニクのニンニクマシマシやったけどなんかふざけてた絶対だって使えへんやんってどの意味でもあんなにニンニクマシマシやいくらいくらもう食べたかっただけでしょこれ作った時にマシマシやいくら設定でいくら設定でそのことわざ滅びた言うてもニンニクマシマシよう文献残ってた、いやほんまにめちゃくちゃ面白いですよほんまにいやぜひこれね、通常ルールで皆さんね親あるあるやってもらって面白いと思います、盛り上がりますから、はい、というわけでですね本日はここまででございます、はい、はい、いかがやの皆さんいかがだったでしょうかなんかそうですね、しゃあないしゃあないですけど、はい、もう盛り上がっていただいてすごい嬉しかったですし、本当ねその対面で遊んでいただきたいとは思いますね本当、はい、あはい、ありがとうございます、先ほどね褒めていただいたみたいに紙のカードも下のカードもたくさんありまして、はい、最大の6人で遊んでいただいても全部できらないぐらい、うん、はい、たくさんありますのでぜひ遊んでもらえたらなと思います、うん、ありがとうございます。でも今回はね我々3人は当然知り合いだったんですけど、吉本ボードゲームさんとは初めてほとんどお話するようなこともあったので、うん、こうやって初対面の人間でもなんだかんだですさっきイカさんが言ってたみたいにこじつけながら遊ぶと、うん、会話が結構盛り上がってゲーム出来上がって確かに、はい、そういますので、まあ、初対面の方でも遊んでいただきやすいかなと思ってますございます、おもろいます、いやこの面白いゲームどちらで手に入るんでしょうか、はい、今です と、ウェブの通販の方でですね、ボードゲーマーさんと、ディスカバリーゲームズさんの方で、通販開始しております、なるほど、であとですね、もうそろそろ店頭に並び始めてるかと思うんですけど、ヨドバシカメラさんとかみたいな流通の、量販店さんにも、少しずつ並び始めてるかと思いますので、なるほど、はい、取りやすいかと思います、なるほど、皆さんもぜひね見てください、はい、皆さんもこれ見て新しいことわざ発見してみてください、いかがですか、ちなみにポッドキャストもされているみたいですね、はい、ありがとうございます、ですねこの3人でですねもうかれこれ7年ほど、はい、長らくまったりとやっておる番組なんですけど、すげえ、まあ、ウェブラジオっていうことで月2回ぐらいのペースでですね、ボードゲームのことについて、まあ、雑談したりとか、あと我々関西に住んでるので大阪のイベントについて、まあ、行ってきたよって話をしたり、新作ゲームこんなんありました、うん、遊んでいましたみたいな話をしたりと、はい、という、まあ、ゆるゆると発散する番組でございます、ありがとうございます、皆さんそちらもチェックしてみてください、まあ、確かね、はい、概要欄の方も見てみてください、ね、僕らのことも喋ってください、はい、お願いしますお願いします、というわけでこの番組はですね毎週月曜夜19時に更新されます、面白かったらチャンネル登録高評価そしてコメント欄への感想よろしくお願いいたします、というわけで本日の吉本ボードゲーム部は以上でございます、次回もお楽しみに、いかがの皆さんありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さんまたよかったらナイトプール一緒に行ってください、絶対行かへん、誰誘ってんねおじさん怖い怖い。